9月18日、ナスカは天心、25イコール定権、が、メキシコバンタム級王者ルイス・グスマン、27イコールメキシコ、に2二度のダウンを奪う大差の判定勝利を飾ったが、試合後の会見で 4R に左拳を痛め、現在握れない状態と明かし心配されていた。フォト、天心、左拳に包帯ぐるぐる巻きバズーカ姿、左拳で奪ったダウンと、食い込む。 ボディブローそして昨日20日、自身の X、旧ツイッター、で包帯姿の写真を公開。バズーカになった、年、現在の気持ちも綴った。ナスカワは 1R に左ストレートでダウンを奪い、6R に左ボディブローで追い込む場面もあったが、あと一歩で逃がしてしまった印象を残した。試合後の会見では、6R の左ボディが良かったのではという質問に対して、4。 R くらいに左手に稲妻が走って。今あんま握れないんですけど、と拳に怪我をしたと明かしていた。7R 目のに二度目のダウンは右で奪った。左が怪我したためであろう。判定は3対0。80から7 0る3と3ものとも10ポイント差をつけたパーフェクトゲームだった。利き手の左を痛めていなければ KO していた可能性もあっただろう。そして、 昨日20日に投稿された写真では、左手に包帯がぐるぐる巻きにされた姿で、左手がバズーカになりました。休んですぐ治すよ、とコメント。怪我も前向きに捉えているところは、さすがはナスカワ天心といった印象だ。なお、怪我の状況については、東日本プロボクシング協会公認のボクシングモバイルによると、定件事務の発表として、左手手根。手根、不安定症。 と診断され、全治に3から4週間かかると報じている。手根不安定症は、手、指、お甲の肩に反らした時に痛みが出る病気のこと。手の甲にある月上骨が脱臼することで引き起こると言われている。左拳の当たりどころが悪かったのか、衝撃が強かったのは不明だが、軽度であればテーピングやギプス固定で治るといい、ナスカワの場合もそこまで深刻な状況ではなさそうだ。 投稿を見たユーザーからは、しっかり直して次に期待しています。無理して何ともないふりしてたんだね。早く治りますように、また、今はゆっくり休んで完治させてください。待ってるよ、など怪我を心配する声と、次戦への期待のコメントが多数寄せられた。慶応価値は次戦に持ち越されたものの、2戦目も圧倒的な勝ちし、注目度はさらに高まっている。 このまま無敗で突き進む姿をファンは期待している。まずは怪我を治し、さらに強度が増した左のバズーカ砲を見せてほしい。